シマノのバンキッシュの紹介動画、バスボートで 3D の魚探見ながら4ポンドのラインってライトリングで釣るという、ひどい動画でした。これぞセコ釣りという内容でした。ダメだね。ねえ、バンキッシュで、だからね、バンキッシュでね、大きいとこで言うと4000番とか5000番ってあるじゃん、通常の。誰一人として買わない。注文うち1台も入ってない、ゼロありえないでしょ、リールとして。だからちゃんとね、海の魚 が釣れますよっていうところをやってあげればね、もう少し売れると思うんだけど、はい。さあ、日本のバス釣りでなぜ3000番以上のスピングリールを使用する人が少ないんですか。せこいからです。せこいからです。日本のバス釣りはもうせこせこのせこ釣りの嵐でございます。もともとのルアーフィッシングからかけ離れたせこ釣りになっておりますんでね、まあこれはね、プロの連中がいけない。あまりにもせこい釣りを、要はメディアで見せる。バスプロと言われる人間はメディアに出るときにはかっこつけないとダメね。ところがね、そんなに俺はせこいことやってんだよみたいなことをメディアで出す、そういう人間はね、バスプロの兄ちゃん、メディアに出ちゃダメ、ね、メディアに出る人間はかっこつけろっていうのがね、もうだからそれやるから、みんなの子供たちが真似してね、 2インチだ3インチだって言えばもうばっかし使うのよね。でアメリカのバスプロの兄ちゃんね、ちゃんとメディアに出る時だけでもいいからかっこつけるね。バス釣りで4000番のスピニングリールはアメリカでは普通ですね。 C3000 だとちょっと小さいと考えるのが、アメリカのバスプロです。一般的には、バンギーなんかは4000番しか使わないですね。スピニングは4000オンリーしか持ってないと思います。はい。アメリカのトッププロの人たちはスピニングはほぼ4000番です、トッププロが使うのは。中には3000番クラスの小さい、リールを使う方もいますが、そうですね、カリフォルニアのルアーマンじゃバスマンじゃなければだいたい4000番を使う。バーニーなんかも4000番です、使うのは。だから4じゃあのなんかもう細い糸でせこい釣りしないと釣れないと思ってるからね。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。